来た来た来た。イヤホーン。あれ一年たい挨拶するみたいな。じゃあ1万5000突破したらいいでしょ。ええそんな来るかな。え来る。ほらすごい。ここで下がっていったり。もう一回するみたいな。せーの、ウィ20、私し20です。20のニナとゆかです。わー、今日話よ。あの遊びに来ました。まゆかちゃん、はい、かわいいねなんやもしかしてすっぴんですか。すっぴんですね。リップだけ、リップだけつけてきました。え、これ質問で、あ、これか、これで質問。おう、おう、ママどうだった。まあ、ママね、ママ楽しかった。あの、うん、実際にママをそのアーティスト席から見るじゃない、見れたわけなんですよ、うん、でそれを最初知らなくてで、うん、見ることになったんだってなって見てたらもうもはやコンサートに行ってる気分で。確かにめっちゃ久しぶりすぎて、やっぱ僕な久しぶりすぎてめっちゃなんか楽しめました、ね、最高でした。すごい先輩勉強になりました。舞台はめちゃくちゃもうほんまにニナとリマ2人で超楽しかったよね。楽しかった。お疲れ様。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。え、そう、雪の花もうマジでよかった。あの、はい、私たちあのパクスの待機中に、うん、あのこの LED の後ろで待ってたんですけど、うん、雪の花聞いた瞬間にもうおーこれはできると思って。よかったです。ね、私もファックス見ながらおさすがと思って着替えがめっちゃ早いんですよ。確かに。でもパパと着替えたために着替える前の走ってるところに元気もらって緊張しすぎてなんか暗転したら吐けなきゃいけないんですけど、うん、そのどれが今暗転になってんのかももはや分かんなくて、もうずっと見る人2人でえこれ降りる感じみたいだったらスタッフさん後ろで、みんなさ二人降りてこい。とりあえずうちらもめっちゃやばいってなってフルダッシュでやって、それをめちゃくちゃ、うん、あのリマが爆笑してて、うん、上手だった。ね、おお、まゆかちゃんと誕生日おましてすごいじゃん。おめでとうございました。で11月生まれですね。他に受験、受験生もこれから。そうか、これからじゃない。もう12月やで。はい、方はもう受験結果とかでき出てるんじゃない、もしかしたら。結果はまだちゃうか。あ、でもなんか早いその推薦の方とかも受験始まったりとか。確かに受験ね、本当にしんどいかもしれんけど頑張れ、頑張ってくださいあ、応援してます。虹を聞きながら、リマがさ、あのリマが頑張って勉強してるの見て、うん、自分もなんか悔しくなったんですよ。もちろん勉強してるんですけど、うん、なんかリマがリマのノートの取り方見たら本当にすごくちゃんとしてて、なので、うん、急に2日前ぐらいから、うん、あの数学の、え、そうなんです。この人がこの人がいやいやリマがあのホテルで。あのホテルこう一緒に、はい、使ってたんですけど、急にやばいみんな数学楽しいかもって言って、ずっとなんかこう数学の勉強しててすごい偉いなと思いながら。楽しい普通に、うん、すごいな。理解できると数学は楽しい気がする、うん、確かに。理解できない時にうんってなるけど、理解できたらでもできたら楽しいよな。数学のいいところって答えは絶対一つしかないじゃん。あ、だからおおなんおなんか他、もっと質問ある。最近のマイブーム。マイブーム、あー、マイブームってさ、
ハマってることやんな。私がハマってること、数学やん。すごい。そうね、それマイブームでいいの？マイブーム勉強、かっこいい。マイブーム勉強とか言ってみたかったわ。いや別にマイブームではないけどね。何やろ。大阪であれ食べました、たこ焼き食べて、うん、食べた。え、なんか何やっけあれ、たこ焼きのさ丸まってないやつ、こんな形のイカ焼きみたいな感じのやつ、イカ焼きも食べた。似てるやつなんだけど、こうやってなってて丸がついてるんだけど、うん、そのまま剥がしてきたみたいな。わかるよ、わかるよ。しかもその穴も別に深くない、うん、あ、ちょっとこれぐらいの、うん、あのアイスクリームのワッフルみたいな、あのバブルついてるやつあるじゃん、なんかバブルっていうか丸がついてるやつ。何食べて、同じもの食べてるやんな。だからその形をしてるたこ焼き。ああ、ちょっと分からへんけど。そしてはい、明石焼きではありません。なんて言うんだろう、ね、なんて言うんだろう、本当にあれな、数学苦手そうやって。数学苦手、めっちゃ苦手です。どっち分、あの音楽と美術だけで成績良かった。音楽と美術はいつもこうやって。おお、私は美術ができません。美術が本当に丸がついたアイスクリーム。違う違う、だからワッフルコーンみたいなあるじゃん、ワッフルコーンのだけど丸みたいなのは違う。なんかあるじゃないですか、あのグルメ動画とかって出てくる、あれやろ、だからあのワッフルがこの丸々の丸がこうやってあるワッフルで、それをこうして中にアイスクリーム入れるけど、そのワッフルの形をしたたこ焼きみたいなやつらを食べました。あ、まあみんなが食べてるね。最近ね、最近壺が浅いって、もう昨日からやばいんやって、昨日、一昨日からやばい、昨日ミナと部屋使ってたらなんかすごい変になる。テンションがおかしくなる。昨日の、ね、夜ご飯食べた時一番おもろかった。何したっけ昨日。いや、夜ご飯食べた時、ね、ただ単にもなんか滑舌が悪すぎて、ほんまに確かに、あの、え、なんか言ったよな、ミナ、どんべ焼き、トンベ、トンベ、トンベ焼き、それかも、それかもしれない、それかもです。好きな動物はって書いてありました。猫、猫ですか。猫です。私犬、うん、犬ももちろん好きなんだけど、うん、最近なんだろう、なんか他にちっちゃい頃にね、ゾウさん好きだった。意外、なんか乗ってそう。乗ってはない。馬好きよ。馬好き。馬好きやん。いいやん。馬大好きです。大きな動物が好きでした、ちっちゃい頃。だから。かわいい。ライオンとかも好きだった。ライオンかわいいよ。ライオン、ゾウさん、馬、こうやって好きでした。で、犬を飼った後、犬好きになりました。急にちっちゃなったの。急にしちゃう。私の犬ってこんなんや。確かに。元気？元気よ。あの、一生バカな犬で元気に過ごしてます。本当にあの頭良すぎて言うこと聞かないのか、うん、ただ単に頭使えてなくて言うこと聞かないのか分からない。逆にね、あの一匹は本当に多分頭良くなくて言うこと聞かない子で、うん、もう一人は頭良すぎて本当に名前呼んでも、いや、あなたがこっち来いみたいな感じの風の。ああ、なるほどね。本当にお姫さん、なんかちょっとあの分かる。メスやっけ、女の子、女の子、その子が、うん、私の犬なんですけど、本当にあのマイペースすぎて。マイペース、おじも美味しそうっすよ。わー、感謝みだ、よしみへばっすよ。ミランとベルタン元気ですか。元気です。今ミランとベルタン元気です。元気です。鍵がね、あ、そうね、ごめんなさい。ブルームーン最高。ブルームーン、あ、今日の夜12時じゃない？ブラムーンって。ブルームーン、ブルームーン、そうじゃない？みんな楽しみかな。そう、しかも明日私たちデビュー、大学受験合格したって。すごーい、すごいな。おめでとうございます。
ブルームーン歌ってだって。結ばれてる心は君と会えない間も灯されてる同じブルームーン。あ、かし離れている時でも二つ見開けたら輝いてる二人をつなぐ同じブルームーン。うん、2周年おめでとう。イエーイ、ありがとうございます。いやー早いね本当に。だってこの前1周年のライブやったのに。そうだね、うん、今年本当に早かったで、正直あの最初、うん、あの始まった時が2022年、うん、始まった時は全然ゆっくり進むなーと思ってたんですけど、うん、あのライブやった瞬間ね、早いね。わおわお、気づいたら終わってた。なんか1ヶ月が早い。なんかさ、うん、毎週末にさライブがこうあったからさ、わ、うん、かる。しかもその1週間がなんかすごく早く感じる。まあ、そこの会場行って終わって帰ってきてちょっと練習してまた行ってってやったら、うん、ね、1週間秒やった。もう一回やりたいな、うん、セブンティーンさんのクラップめっちゃかっこよかった本当に。イエーイ。時間ぶどうそねぶでかし爆速だだだだ그때다시불면조박수짜짜짜変顔して誰ですか本当に。可愛い私たち見たくないんですか。 We say hello to、oh. I couldn't read the rest of the comment but hello. Hello. How are you? How are you? How are you? え、なんかあるよね日本で。日本はあのなんか How are you? Good. I'm fine. I'm fine. Thank you. Thank you. You too. って言われる。I'm good. Thank. I'm fine. Thank you. And you? And you? 今初めて来て聞いた時にのもう本当にびっくりした。ね、あの聞き取りテスト、え、これ多分絶対共感してくださる人いると思うんですけど、みんなでそうじゃない、みんなでこの前喋ってたんですけど、あの、うん、聞き取りテストの聞き取りテストの、 あのやり方っていうのだから、なんかその英語で、うん、今から誰々さんと誰々さんが出てきますっていうところを問題やと思って一生懸命残してるあとなんかサマンサさんがなんか駅まで、うん、の道を教えてくださいみたいな感じでなんか教えるじゃん、うん、それなんかここのお魚屋さんもすごく美味しいですけど、そういうの出てくるときすごくへっかい、あのへっかいにするときすごくなんか分かんなくなるよねっていう話もあった、うん、でもみんな聞いてて、ああこういうところで引っ掛けようとしてんだってすごく思ってた、うん、英語のテスト受けながら。だってさ、え、そう、数学で言ったらさ、そのさ、うん、お兄ちゃんが先に家を出てさ、弟はさ後から家を出ましたみたいな。お兄ちゃんは自転車に乗って弟は歩いてきました。一緒に出たらいいやん。みんな同じ車に乗れ。そう、その話でみんなで習ってた。の見どころはどこ。アイアムの見どころは、うん、ニナ的にサビがめちゃくちゃ好き。あの、うん、なんかすごく、うん、そのアイアムがめちゃくちゃそのサビが聞き心地がいいです。わ、うん、かりますか？うん、多分、え、わかる人絶対いると思う。聞いててなんか本当に楽しいんですよ。うん、なんか。何度の時も変わらないビビこのまま、なんかもう気持ち分かる、うん、分かるよ。でも音って楽しいもんな、うん、ずっと前からアイアム好きだって言ってたよね。そうです、本当にアイアムめちゃくちゃ好き。今日何時に寝ますかって。何時に寝ますか、うん、どうだろう。でもね、私見たいものがあるんですよ。お、それはパロパロ、うん、ブルームーンです。
あ、そっか、12時12時以降に寝るんじゃないかな。いやいや、いつもやん12時前に寝たことないやん。あの最近、いやでも最近早く寝るように、まあ確かに頑張っては頑張ってる。あのはベッドに入るのは早いんですよ。でもさ11時とかにはもう、違うか、それはちょっと前だ、2、3週間前くらい。ミナはお風呂入る前にベッドに入っちゃうんだよだから3時ぐらいに起きな、暴露しないあの先生さんのなんかそんな、まあまあ、あの撮影後とかですよ、うん、そんな汚いままベッドに入るわけじゃないのいや全然ちゃんとね、うん、大丈夫やって、はい、あ今仕事中こっそり見てるやって、ああ悪い人ですねありがとうございます。あのなんか学校で見てるとか書いてあるコメントとかあるじゃん、たまに、うん、あれどうやって見てるの。私どう考えても絶対私見れないんだけど、筆箱に入れて、えだって見えるか、どうなんか教科書立ててとかじゃない、うん、素晴らしいと思う。素晴らしくない素晴らしくはないけど、うん、あのすごいと思う。なんか、ね、そう、よう隠せて、確かに、ね、もうバレたらね怖いもん。でも皆さん授業中はちゃんと言うこと聞かないとですよ。ダメですよ、ちゃんと勉強して頭良くなって成功してください。なんねんお風呂入りや、いや入ってますよだからこうやって言ったらお風呂入ってない人みたいになっちゃう。全然ちゃんと入ってます。お湯も使ってますよ。ペットの名前を教えてください。もちときなこ、その2匹の犬を飼ってます。きなこもち、もちときなこ、そう、あきなこもち、それもあるけど、うん、もちときなこ、そうやってあると1匹の名前がきなこもちって勘違いする人が多いんですよ。あ、なるほどね。もちときなこです。え、私はミランとベルです。かわいい、かわいい、なんかすごく海外風名前。そう、うん、かわいい、かわいいかわいいんだよ。まゆかちゃん彼氏いますか。はい、ニナです私には8人の彼氏がいます。それはメンバーです今日から猫ちゃん飼うの、おめでとうございます。おめでとうございます。なんかわからないけど、うん、猫ちゃんいいですよ、本当にかわいい。私もペット飼いたいな、大人になったらね。今はもう責任感が大きいから無理だと思う、ね、サウナ好きなメンバーいますか。あのこの前一緒に行きました。行ったね、ね、2人での初サウナ、初サウナめっちゃ良かった、めっちゃ良かった、うん、でもあの溶けるかと思った、あー暑すぎてまあ、ユーニナの最近の面白いエピソード教えてください。なんかあるかな、なんか変なところで笑うからさ、え、なんかあのツボが合わないから余計面白いんですよ。え、そうなんです、本当にツボ合わないんですよね。なんかこういうのなんですよでこれでツボっちゃってずっと笑ってるんですよ。そうなんです、幸せです、毎日こんなことで笑われて。何でいいさみやさーしゃんパゲブスン、ブスニリじゃん。あー、こんばんは。どうもどうも。誰でしょう。どうもどうも。こんばんは。おはよう。誰か当ててみてください。じゃじゃん。どうもどうも。こんばんは。おはよう。どう？来てる？来てるよ。今1万人いる。タンリマちゃんだ。じゃあもう一人当たってみてください。どうぞ。こんばんは。みんな。あ、これ多分ちょっと時差。あ、まこちゃん来た。イエーイ。暇やったから来たよ。声だけ参加ね。いいよ、もういといてよ。私たちと楽しくやりましたよ。どうだった？どんな感じの話してた？え、なんか、うん、ブルームーン歌ってるの見たよ。そう、ブルームーン歌って見たの？見た。やった。みんな見てた？
みんな見てた。ゲームしてる。あ、ね、みんなゲームしてるもんな。That's Rima. Rima. Yeah, that's Rima. That's Rima. Rima. Hi. That's right. Good morning, everybody. I'm Rima. Good morning. できてるけど全然夜っていうね。でもあっちでは Good morning. うん、じゃあ Good morning. Okay. さっき20分ぐらいね、ちょっと仮眠しとったよね。もう爆睡やった。めっちゃ爆睡。Rima は目の前でジャズを踊ってます。はい。ね、明日がまやっとアニバーサリーっていうことで。ウィジュッとアナベーバーサリーエンディバーサリー頑張ってるんですけど2周年それすごく楽しみでそれのついでに12時にブルームーンの MV が解禁されるっていうことでめちゃくちゃ楽しみじゃないですか。ティーザーどうでした皆さん。そうですよね。ティーザーどうでした。昨日出たね、ティーザー自分で私がスプレーで追いかけ回してちょっと笑ってしまった。みんなの皆さんめっちゃ追いかけて今は抜けたと思ったらもう目の前の画面直撃で前に輝いてその時なんかね服に全部ついちゃって一人だけなんか真っ白な服になっちゃってそのスプレーのやつで意外と一緒に言うスプレーは何かはまあお楽しみで。そのスプレーとそうです皆さんまだ言ったらダメですからね。そうだよ、まだ回復。でも私たちも見てないんですよ、ミュージックビデオ。私も楽しみですねっていうことで今日の夜そっかみんなで見よう。テスト応援してあって、テスト応援して頑張って、ファイティン。ウォー君なら You'll be okay。 OK ファイティン、ファイティン。次バカでかくてビビってってまさにびっくりしましたね。わーまあ、ブルームーンですからそうですよ。ブルームーンですムーンだもんね。ムーンだもんね。はい、寒かった。 I am, I am. Let's watch together. リマ You better watch them be 何一部出てよ。何が一部。一部って何。手とか。あっあっいいいい、かわいいじゃん。どうこんばんは。こんばんは。オフミオフミマです。そんかちぶりやもん。メガネメガネイエス。そのウフフフフフフアイユアイユ私やぞ。NiziU の曲ちょこちょこあるようなその笑うタイプのやつ、ね、聞いて私人生で一回もデュフフったことなかったのになんかどういうことやどういうことやみたいな。なんかデュフフるっていうのがあるらしくてありますね。それがなかったのよ、うん、でなんかメンバーに褒められて恥ずかしく褒めてメンバーに褒められて恥ずかしくてデュフフったのが初めてデュフフって、それについてまだ迷いにデュフったところをいじられたことかな。でなんか誰かがそのウフフフみたいなのそれでデュフフ思い出したから。デュフフフ、デュフってどこから来たんだろうね。ね、アニメ言ったことないな、デュフフなんて、うん、だから言おう、多分なんか言おうとしながらやったからデュフみたいな。どうもでもその1回だけなんで。明日1時間目から体育で持久走。まあ、you can marry me。 待って持久走は私本当に Marry me now。最初は早かったんですけど最後ビリらへんやった。最初スタートしたら最初3位ぐらいで行くね。これ来た来たとか言ってしたらどんどん友達からまこちゃん先行くね先行くねって言われながら先最後らへん。そうか、何そうだそうだ言われながら行くのね。一緒に行こうってこう約束するやん。約束して、うん、絶対置いていかんねってこう行くやん、うん、なのでごめんまこちゃんって先に行かれたことなくやっぱ持久走はあれやった。あの何分走んの。800じゃなかったっけ。1キロ、マラソンじゃん。学年によって違う、学年がマラソンよりは全然勝った。大丈夫全学校だけど9じゃないけど、私はいつもみんなと始まるじゃん。で走ってで最後らへんに悔しくなるから、うん、だんだん抜こうとか思ってました。でもみんな早いよな。私ゴールのところでみんなに迎えられたことがある。ビビすぎて「はいリマ止まっちゃった」みたいな。めっちゃ恥ずかしかったよね。でもみんなに注目浴びるじゃん、うん、ちょっとどっかに入りたくない。 50m 走のなんか記録みたいな、うん、うちが一番速かった時は、でもこれは全然速くないけど、うちの中の最高記録は 7.9。 え早いね。早い、7秒は早い。じゃあマーチ測ったことないし、多分 8. 何歩とか7はない。え、10とかの人っているの。10の人もいるよ。でも男子で早かったのが 6.、うん、あ、おったかも。 6.、うん、何5秒、女の子で6秒いた。めっちゃ早いやん。
でもめっちゃやっぱさ陸上部の子とかさ5秒台とかじゃない、うん、陸上部の子ですよ。やばくない？1メートル1秒え、1メートル10メートル1秒すごい、すごくない？え、何メートル走なの？え、でも先輩でいためっちゃもう足がもう本当にすごかったです。50メートル50メートル50メートルかな、こっからすごくない？でも持久走あるよな多分。あの授業の持久走ってグラウンドずっとこの自習ぐらいのやつやん。うん、そう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 、すごいすごい、景色が変わる。バレ、間違いない、ずっと一緒。いやいや、なんかさ休み時間の持久走やってみないんだよあの足音聞こえると思うんですけど今頑張って 50m 走。それあれやん、シャトルランやん。シャトルランするもん。あシャトルラン、あシャトルラン懐かしい。あのなんか人形ピックアップするやつやんな。え、違う違う違う、あの人形ピックアップって何？ペイサー、ペースあるじゃん、ここのピョンとこがあってピーッて、だんだん速い。あ、そう、私のところ人形ピックアップしてるの。シャトルランが嫌です。人形ピックアップした不思議。え、行くたんびに、え、そう、だから人形が3個くらい置いてあるじゃん、そこら辺に。その人形ピックアップして、うん、その人形をピックアップして置いて、みたいなやつ。夜ご飯何食べるの？え、そうやん、何食べよう。でもね、何食べたいんだろうでもさっき私残した昼ご飯食べたから別に言うて絶対お腹すくって、変な時間でお腹すくから、うん、そうなんですよ。だからダメなんだろうね私、うん、変な時間に食べる。タコライス食べよう。おお、好きやな。タコライス、じゃあ豚汁食べよう。これってこういうのもあったくない、こうやってギュッてやって、それが圧力テスト。握力、握力鍋じゃないんやけど、握力テストで。私ハードル好きだった。ハードル何キロ？すごい、まこちゃん握力テスト何キロだった？握力でも言うてそんなに20とかじゃない？え、20 え、もうやばいやばい、あの20にかけたっていう話。まこちゃんつぼりました。20で流行ってる子たちは、ね、今だとりくちゃんが、りくちゃんが作ったよね、あれ。ぬ、何か、はっはってなるときに、うん、ええの代わり、なんでも応用た、対応、ぬ結構使えるよな。使える、理解、理解できひんかったときにリマが使い始めたぬみんな使ってください。髪の毛15センチ切った、おめでとう。それってどれぐらいだろう？いや、こんぐらいじゃない？え、結構長くない？15センチ定規ぐらいじゃない、うん、こんくらいよ、15センチって。え、ほんまに？違った時にさあのバカにされるのが嫌やから。ショートになったよくらいじゃない？あ、こんくらいじゃない？皆さんこれ合ってますか？ここ合ってますか？これはちょっと長い。リマが言ってるわけじゃなくて、ま、リマです。こんくらいじゃない？でもかね、みんなロングな、ロングがね、なんか髪の毛ない人みたいになって。ショートヘアしたことある？ショートヘアない。あ、ショートはないかも。ボブはあります。でもね、私ね、ニジプロの時にショートで受けたじゃん。でもあれ初のショートで、うん、しかもそれを見て1ヶ月前に切った、オーディション前に。あのヒーガのやつ、うん、そう、1ヶ月2ヶ月前しか切ってない。あの時ぐらい、うち、あの時ぐらいめっちゃ好き。今までその前まではずっとロングだった。いい、私ロング担当でお姉ちゃんがショート担当でした。そう、うん、なんか面白い話したい、わかる？あやかとリオンニのやつめっちゃ面白かったじゃん。自分が面白くすればいいじゃん。なんか自分つまんない気がする、ニナ。テンションが。え、なんか聞いてください、みんな英語のニナって面白いんですよ。え、本当に面白いの？英語の話しいや。リマ出る？出やん。あれ、え、だって顔がこんなんで出れるわけが。え、本当にこれはあの嘘じゃなくて、私たちの20チームの中でもその英語をできる方がいて、その方も、あ、ニナ面白いタイミングと思ったって言われたので認められたので、あの本当に面白いですよ、私英語になると。あのめちゃくちゃ面白いです、うん、みんな認めてくれるかな。なんかみんな無視してるけどさ、本当に面白いんだけど。 I know, but I'm so funny. Like honestly, I am the best when it comes toOoh. Someone was like, what's popping? And I was like, I'm popping. See? What so funny. Stop laughing at myself. So funny. マジみんな英語理解してほしい。本当に多分、めっちゃ楽しくなるよ。知ったいよ、英語理解。
マイク早そうだけど習得違うんよ、うん、どっからやればいいか分からへんの。いやそりゃ分からないよね、うん、だからでも本当にでもさ2人が教えてくれる単語って大体変なやつだってカークローチしか昨日もなんか教えてもらっていいけどさカークローチってマジだそうなんです使えないんですあ使えないよねあのねあの使う時がないそれは多分、うんカークローチって言ってマイクカークローチ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 ゴケちゃんゴケちゃん G G あのゴキブリのことをゴケちゃんって呼んでますそれをカークローチって言います、うん、Yes、はい、もうリマちゃん出演してるレベルになってもう本当にもう出演してもいいんじゃないっていう感じですレベルになるね見てうんちょっと汚いけど私の猫ちゃん、うん、そうあのいっぱいいたんですけど、あの気づいたら減ってました。てかあのお風呂に確かに減ってるね。そうお風呂に携帯持って入ったらあのインクにじんだオーマイガー、インクがにじんでしまいました。でも落として消さなきゃ。マコおりますマコここでマコいますよ。いいニナの日何しましたか。えこれ聞いてください。私がいいニナの日でみんなでいろいろコメントとかあげてくださったんですよ。いいあの11で27でいいニナの日なんだけど、うん、それでいろいろコメントとかいつもありがとうみたいな私も返したかったんですよ、うん、でもあの時謎に睡眠がもうもう襲ってきて本当にもういいニナの日ありがとうせめてそれだけでも送りたいと思ってもうこんなんで送ったらいいニナの日祝ってくれたんよ、うん、5時間そのまま、ね、4時間、ね、寝ちゃったごめんなさい超ごめんなさい私体調大丈夫ですよ。元気ですよ。めちゃくちゃ元気、元気でーす。元気でーす。元気でーす。くーちゃんも元気だよ。元気元気。みんな元気。え、2人晩はどうだった？楽しかったです。いや昨日すごく楽しかった私。うん、え、2人でめちゃくちゃ盛り上がってました。こうやって、うん、うわーって言って盛り上がってました。本当に楽しかったです。まさかね、見てた、ずっと見てたママに出れるなんて思ってなかったね。楽しかった、本当にね、めっちゃ楽しかった ね、なんか夢みたいだった。私昨日、もう余韻に浸りすぎてね、うん、もう ねあの、眠れにつかん、つけやった、うん、めっちゃ時間かかった。なんか、いっぱい動画見た。すごい、うん、すなんか、アイドルってこれかってなった、見ながら、うん、すごい、すごい、もう皆さん、すごいテンション高い、ありがとう。えテンション高いって結構私の中では嬉しいです。確かに Yes, we just finished Mama yesterday. Honestly, the performance were like, the performances were so cool and just like, okay, I know nobody uses this and everyone's gonna be like cringe and like be like, you know, why are you using this? But it was lit. Okay. Oh my god, no one uses lit no, anymore. No, I know, but like, come on. It passed the vibe check. Mm. There we go. Okay, there we go. Okay. Honestly, lit. That was so it was fun. It was like a new concert and it was like, it was really fun, honestly. Like, I know, like, it was new. It was, yeah, it was very new and it was like, it was fun because like usually you don't, I don't think we have those kinds of things in Japan where they have like music awards or stuff. I don't think they have a lot of those. They only have like a few, but it's not like a regular like end of the year thing like in Korea, so in South Korea. So that was really fun to do and enjoy. Continue. さっきね、うん、あのニナちゃんの右のところに落ち葉ついてる。落ち葉じゃないの。落ち葉。ニナもそれ見てみよう。秋の落ち葉がついてる。服の柄でございます。落ち葉ね。あ、英語かっこいいって。It was lit, guys. It was lit. We should stop. They're gonna make fun of us. It was lit. Says Nina. No one uses goof anymore. まこちゃんとまやかちゃんは英語何割わかる？そうそう。Oh yeah. そうそう。No, but like when we're talking in English, I think they understand what we're saying. I get scared sometimes. No, yeah, because they understand. Like I'm like, wait, are they like kind of like? It's not like we're saying anything like you know bad or anything like that. We're just talking normally, but then it's like, are they like secretly knowing what we're saying and just being like? Okay, then let's ask what we were just saying. 何言ってたと思う今。
あ、安心して。OKOKOK 大丈夫大丈夫大丈夫。 One more。 これさ、私ちょっと最後もこれ本当にデビュー当時から言われてるんだけど、フランス語って言われてるんだけど、私本当にあの中学校の時には習ってて、うん、それは大丈夫だったんですけど、もう習ってから結構経ってあれなんですよ。なんかもう結構あれだから、あのよくうまくできません。もう喋りましょう。喋ってる聞いたことない。うん、だって、ね、学校で習ってたからそんなうまくない。オッケー。え、じゃあ結構まんまどうにハンマーでやじゅしろよ。じゃあウリヌンハングゴロ、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 ハグ二つりゃよ。ハングゴロハグ、ヨゴロハグ、イボノロハグ。オッケー。ハグ。안녕하세요。안녕하세요。마이카입니다。마이카입니다。루마입니다。안녕하세요。그러면어땠어요이번에시상식이아진짜재밌었어진짜재밌었어그냥감동적이었고뭔가그이번마마통해서뭔가저희그앞으로그돔도있잖아요근데뭔가그그런것도뭔가더잘할수있을것같고상상이약간맞아맞아맞아뭔가켜세라가처음이었잖아우리가그래가지고뭔가진짜컸어、네、어제진짜컸어와선배님들무대도진짜최고였어요진짜잘봤습니다너무、네、너무진짜저는개인적으로이치선배님맞아새로운친구너무좋았습니다개인적으로너무어떻게하는거야이렇게이렇게하고이렇게도해요이렇게이렇게이거너무너무멋있었어요계속따라하게됐죠그본방하기전에그한번인사드리러갔다왔는데아너무예뻐서진짜진짜그냥할말이이렇어요진짜그냥인사해야되는그냥이렇게여신그리고제가개인적으로스니커즈를제일좋아하거든요그래서갑자기이렇게뭔가그음악이이렇게하고갑자기상관없어그때유나선배님이요그때유나선배님이이렇게불렀는데요그때너무이쁘고목소리도너무좋았고다좋았어요너무너무너무잘봤어요はい翻訳してほしいまゆかはい行きますまゆかまゆか行きますはいあの昨日いっちさんいっち先輩とあの舞台始まる前に挨拶させていただいたんですけど本当に綺麗で本当にお綺麗でなんか言葉がなくなるくらい見とれてしまいましたっていうのを見られててあとスニーカーズとあとその新曲がすごく良くて最高ですおおチャレッソいやいやいやチャレッソクデロエスト진짜チャレッソSneakers on. Put my sneakers on. I'm gonna do it where you get sick. Go. Put my sneakers on. Put 'em up. Put 'em up. Yeah, yeah. 제가 처음에는 Mafia in the morning을 하는 줄 알았거든요. 아니면 약간 이렇게 앉아가지고 진짜 거기서 신곡을 바로 하신 걸 몰라가지고 갑자기 신곡을 하시는데 너무이렇게 언니랑 리바 이렇게 나가はい、最初マフィア・イン・ド・モーニングをやられると思ったんですけどあの新曲をやられたのでリマーってなりましたっていう話でした途中でもマユカの手もこうやってスニーカーズが出てきた瞬間もいやでも本当にめっちゃ盛り上がった最高でしたイエスイエスイエスクリゴさん뭔가クリゴさんクリゴさんクリゴさんやばいクリゴさんやばいよ結構な結構クリゴさんであとさあの本当にさ一番最初にめっちゃあの始まりのさオープニングでスリーラッチャさんのおおあの素晴らしいあと大河の最初にもうクラブともうバーンって出てこらっしゃった瞬間にもうおおってなってもうすごかったです。貴重なものを見れた感じがしました。すごいね。そこでしか見れないこのコラボステージだったので、すごく最高でした。じゃあまいちゃん。おもいって。本当にあのオープン
ニングが本当に、あの、なんだろう、なんかすごい感動した、うん、ね、いや、本当にね、いや、やばかった、はぁみたいな、うん、いや、本当に、皆さんもなったと思うんですけど、本当にすごく、うん、かっこよくて、ね、なんか歌詞をちゃんと聞くと、その時歌詞を聞いた方々は思ったと思うんですけど、すごく素晴らしい、意味深い歌詞だなと思いました。すごいインスパイリングな、インスパイリングでした。最高です、いや本当に良かったね。はい、あ、そう、NX さんも見ました。衣装に着替えるのも可愛かった、ね、すごく良かったね。個人的にコラボステージの衣装が大好き、うん、あ、可愛かったの、可愛い、可愛かったね、超可愛い、もうずっと見てたもんね、もうめっちゃ可愛い、何回も見ました、うん、あのちゃんと動画見返しました、うん、あのサリュンちゃんとヘワンとリリアンにの、うん、あ、もう最高でした、もう、もうそこのコンビが、うん、ね、よかった、オタクの会みたいになってるうちがめっちゃ語ってるけど、ね、まあ、ね、私たちの中では JYP ちゃんなので、一生 JYP ちゃんみたいな、素晴らしい、 JYP シャンシャンシャン、うちらもやる、せーの、シャンシャンシャン、すっぴんきつい、すっぴんきつい、やめて、もう恥ずかしい、本当にやばい、やばいって、やばいって、あの、ガネちゃんの調査違うから、いや、すいません、あ、そう、ナヨンさんおめでとうございます、本当に素晴らしいです、もうね、あの先輩方が偉大すぎる、本当にもうなんか次もう、うん、なんか本当に JYP ファミリーってすごいなって改めて思いました。寝顔見てギューって抱きしめたくなるメンバーは誰ですか？めっちゃ話変わる、今の寝顔が一番可愛い、めっちゃ嘘言ったねいい、一番リマが本当に寝顔はマジ、まあ、リマがやばい、優勝だよね、リマの寝顔優勝です、今世界一やばい寝顔持ってる、じゃあ、そう、なんか可愛いって言われて全然何も違和感なく受け止めてたんですけど、私はよくよく考えたら確かに、うん、結構一番やばい、結構のやばいっていう、まあ、そうですね、私は個人的にあやかか、あやかをなんかもう肩に乗せたくなる、わかる、すごく頑張るのよ、一人で寝ようとするんだけど肩使っていいよって、あ、寝るときに、うん、なるほどね、スクショして、スクショしちゃいますか、スクショタイム、はい、髪切下ろした方がいいかな、おお、いや、下ろさない方が可愛かった説、いや、いいよ、どっちも可愛い嘘嘘、取り返す。バカ。もうこういうところです、本当に、あのね、私が何言っても笑ってくれるんです。ちょっと可愛く撮ろうか。皆さん、これスクショタイムですよ。2人もやりますか？あ、4人でやる？それか、2人で。じゃあリマちゃんの1人スクショタイムで。でも本当に、でもさっきさ、あの JYP ファミリーの話しちゃったやん、それで、うん、昨日ママまで、うん、あのエッティーズさんの賞をいただいたということで、本当におめでとうございます。
かすごいよね、ほんにね。リマがこれあのおすすめしてくれました。この結構ずっと踊ってずっと踊ってますあのね、ダンスビデオみたいな、ね、あのコンサート前に、うん、私たちのコンサート前に流れるんですよ。 そうなんです。その時に、うん、あれテンション上がる。あのエッティーズさんの曲できた出てきた時に、うん、あのこうエアドラムしてエアギターしていろいろ盛り上がってます。でもあの時にさいつも全部こう J1 組のアーティストの方がさ、うん、なんか勇気づく、うん、全部こう流れる。うわっ、うわっビビる。よかった。カメラに映らなくてよかった。本当に違いない。今呼吸をしました。転がり落ちた。赤ちゃんみたいに抱いてきました。いやービビった。本当にあのライブで流れる時に本当にあれです。うん、もう勇気づけられて、うん、なんか先輩方々の曲だけ聴くだけで本当にね素晴らしいと思います。本当にね。うん。大丈夫かって言われてます。何ですか？私がですか？うんうん、大丈夫ですよ。私大丈夫か。痛くない。그렇게가볍게다치는애기아니거든요。애기で誰が애기야？언니が애기죠。私今日これしか顔してない気がする。じゃあまあこれぐらいになっちゃうんですけど、みんな楽しかったかな。そうだね、お別れの時間が ね、 れね、それ途中参加してきちゃったけど次の本当に途中参加してきた、ね、次の予定があるので、はい、家に帰ってご飯を食べるっていう予定があるので、はい、帰り、はい、皆さんどうでしたか？楽しかったですか？あの前にやったと思うんですけど、このすごくテンションがいつもそこまで高くない2人なんですけど、どうでしたか？楽しかったですか？ここの4人ってさ、愛の4人、愛になったことがある4人だよね。いやだからすごく心配だった。あのなんかどっちかっていうとなんかこういう感じの話みたいになるかなって感じだったから、うん、あのみんながまあそれで楽しめたら、うん、そういうライブもあるじゃん。どうやった？打ち取りも車でどんな感じだった？え、私見てたけど楽しくそうだったよ。意外とね、うん、楽しかったよ。普段の2人って感じ。うん、うん、そのまま一緒の部屋やしね、なんか、うん、すごい分かりやすいの。でもなんかね、うん、途中できちゃった、ね、なんかねリマがねなんかさ新姫みたいな感じできてさ、飲む姫、飲む姫、飲む姫、マコちゃん行こうっつって誘ってきました。なんか抱きついてきてさ、だけにちょっと来ました。じゃあみんな何すんの今日帰って？チョコライス食べる、うん、おーいいじゃん、ニコドキ、はい、韓国からの食のニコドキ。スイカ食べたい。スイカはチョコじゃない。時期じゃない、今は何の時期だ？イチゴかな、柿とかじゃない？そう、みかん、みかん、みかん。ね、じゃあそろそろ。They're asking how the live was. It was really, really fun. 帰りたいと思います。バイバイ。バイバイ。じゃあ一人ずつメッセージ言いましょうか。メッセージとナイキスで守りしてください。はい。はい。グッドナイト。はい。まこちゃん。晩安。はい。どう。バイバイ。はい。チャイチャ、オッケー、バイバイ。はい。